込まれた人物が誕生しました。今浅野さんが取り組んでいるのは初めて挑む SF 作品デッドデッドデーモンズデデデデデストラクション。宇宙からの侵略者と戦争している日本が舞台。非常事態の傍らで女子高校生たちが送るありふれた日常を描きます。浅野さんは人物だけでなく背景についても細かさと質感を大切に描きます。そのために取り入れたのが写真を使った背景作りの手法です。続いては日常のワンシーンを描くこのページの背景を作っていきます。まずは自ら撮影してきた大量の写真から情景やアングルに合ったものを選択。写真をモノクロに変換して配置します。画像編集ソフトで中間色をなくしていきます。そして漫画の絵にしやすい絶妙の濃さに調整します。この写真も同じように処理しました。これで背景のベースが出来上がりました。ここからペンで書き込みを始めます。輪郭が白く飛んでしまったところを直し、さらに質感を書き込みます。やっぱりその写真を処理しただけのやつだとちょっと気持ち悪いから、目立つところだけアナログのわざと雑な感じで汚していく。写真から作ったベースに細かく書き込むことで手書き感のある漫画の絵を生み出します。浅野さんは10年以上作品ごとに手書きの比率を変えてこの手法を発展させてきました。今はそのペン画にいかに写真を合わせていくかってなってきてる。このデデデが連載始まった時に、はい、あれアナログっぽい線になってると思って、で前のコントの時の方がもっとデジタルだったのが融合の具合が随分違うんだよね。そうですね、だいぶ比率が変わりましたね、うん、もうちょっとこのなんかアクシデント的なアナログ的な要素をちょっと入れたいっていうのもあったんじゃないですか。隙を作るというか、はいはいはい、読者が入ってくる隙を作るみたいな、はい、隙っていうのはやっぱ大事で、うん、まああまりにハイクオリティなものって、うん、人間意外と求めてないっていうか、ペン先使いこなすの大変だなって言いながら、ひいひいながら描いてる線っていうのが実は個性になって、あまりにうまい線が達者に入ってると、そこには誰かわからない無記名の感じになってしまって、うん、そうですね、そうですね、やっぱこうデジタルとかだと完全な綺麗な曲線とか描けるんですけど、うん、それって計算で数式で表せる線だから、うん、要するに誰でも再現できる線になっちゃうんですよね、うん、その裏とかそのエラーを起こしている部分がそれぞれの絵の構成とかになってしまうわけだからね。ようやく書き込みが終わりました。写真を白黒にしたものに物の輪郭や質感を丹念に書き足し、さらに粗いタッチを時間をかけて加えました。こうして写真が手書き感のある漫画の背景に生まれ変わりました。
続いて2コマ目、先ほどの河原の景色に人物を描いていきます。緻密な背景にこだわってきた浅野さん、作品を描くとき土地やその風景を創作の出発点としています。どういう場所かってことがまず最初に決まってないと何にも想像できない。だから例えば東京なのか地方なのか、その東京に住んでるキャラが何区に住んでるのかで人間性が変わっちゃうので、浅野さんの場合は取材から入っていって、そこにある風景が物語を紡ぎ出す。そうですね、街があって、まあ、別に実在の街ではなくてもいいんですけども、舞台として街というものがあった上で、うん、そこに暮らす人たちという順番になるので、うんうん、だから順番的にはその景色とか背景の方が、うん、まず先にあって、うん、もしそっちの方がメインってこともあると思う。茨城県生まれ。体が弱く暗く落ち込むことも多かった少年時代、ある漫画家の作品と出会います。久倉玉吉さん、日常の中で描くリアルな感情を描いてきた漫画家です。自分の気持ちを代弁してくれる久倉さんの漫画が心の支えとなりました。17歳で漫画家としてデビュー。自らも日常のドラマを綴る漫画を描くようになります。生活の中にある怒りや絶望、あれのバランスって止まらないんですよ。気分が火花の別冊で描いたやつとか、草むらの中に潜んでる小人たち、はいはい、あの時の草の入れ方、はい、まああの水木マンガっていうね、感じがあるじゃないですか。憧れのアナログのあの絵にデジタルサイドから近づいた。そうですね。あの背景。水木先生のところのあの路地の感じとかね、はい、軒下の縦線の入れ方とか、ね、はい、生活感と、うん、もう質量みたいなものが感じられる背景。それってやっぱりアナログで、浅野さんがこだわる日常の風景が描かれました。今度はその風景の中に佇む女の子を描きます。浅野さんが描く人物はどこにでもいそうな、でもどこかに影を抱えている人々です。親近感を持てる普通の人物、その悲しみや喜びが描かれることで、読者は自らの思いを重ねることができます。やっぱ主人公も別に普通にすくすくと育ったね、女の子とかにした方がいいのかなと思うんですけど、どうしてもね、恥ずかしくて、ね、なんか不足性、いかにキャラにキャラをつけさせないかっていうこと、例えば、うん、キャラクターの名前ですら本当は決めたくないっていうのはあったりして、いや、あのね、名前をつけるってすっごい嫌な作業なんですよ、うん、ハッピーって漫画の時に、はい、うだつの上がらないコーチ3人っていうのが出てたけど、ね、はいはい、福田国領柴崎っていうのをそれぐらいやって、そのある地域の人たちしか終わらないみたいななんか深く考えないっていうか、安直であればあれほどいいって感じがする。そうそう、
物語に対して作者側がどれぐらい干渉すべきなのかっていう問題になってくるじゃないですか。物語に作者が出過ぎちゃうと、やっぱこう読む人にとってはそれがうざいっていうか、はい、再び細かい書き込みです。僕が以前空にというのを書いてて、うん、でそこでヒロインの女の子にそばかすを書いたんですよ、うん、でそれは僕が真っ当な美少女を書かないっていう、うん、ある意味僕から宣言したみたいなのがあったんですけど、意外とそこが逆にいいみたいなって言われて、絵っていうのはあのフェチシズムの宣言なんで、はいはい、あの昔から古今東西絵描きっていうものが描いてる絵っていうのは、お前はそこを多く感じているのか、うん、よく気づいたな、はい、長年なんかいいと思ってた、うん、それはそこなのかっていうものを提示するっていうのがですね、うん、やっぱだから読者としては自分が、まあ、ひっそりと抱えてたものを代弁してくれたわけだから、それはかなり救われると思うんですよね。今のこの漫画の女の子、基本的によだれ垂らしてる、よだれ垂らしてるの可愛いっていう人がいるんですよ。僕もそう思うんですけど、そこはね、そうだね、今惹かれるかどうかの席があるんですよ。そうだね、どういう人もね、あそこがギリだね。そうですか。なんか浦沢さんなんかの物語よりこう美少女はあんまり描きたくないみたいなことをおっしゃってましたけど、ね、お前これ可愛いと思ってるのかっていうのが出るのが恥ずかしいです。すごいそれがなんかこう照れちゃう、ね、自分でだからずらしてるんですよ。やっぱりね、こういう話聞いてると浦沢さんは宣伝書の作家なんだなってすごい思う。やっぱそこらね、やっぱこう少年誌とかだったらもう大体かっこいいもの、かわいいもの、でもいいのかもしれないですけど、なんかその辺をごまかそうとするなんていうのね。ようやく女の子の書き込みが終了しました。原稿をスキャンし、パソコンでの仕上げ作業に入ります。絵に影などの効果を入れていきます。これは本当にグレーですね。グレーですね。大体グレーの 10% っていうのが、はい、トーンでいう61番相当の濃さになるので、手書きのスクリーンと、あ、はい、自分で作った自家製の掛け合わせトーンみたいな、そうです、あれがだから実は下手なアナログよりもアナログっぽいですじゃん、うん、そうなんですね。そうですね。これはでもコンピューターを使っている人たちにすごい刺激的な画面ですよね。そうですね、うん、今回かなり惜しげもなく見せてくれてますけどね。これでページが完成です。写真をもとに原作の書き込みで描き出した日常の風景、そこにいる素朴で親近感を持てる人物、浅野さんこだわりの身近なドラマを描いた一枚です。次のページに取り掛かります。その前に浅野さんがベランダに出て行きました。
撮影スタッフの。そうなんですよ。ものすごいこう機械が密集してるの。絶対そういう装置じゃないと思います。そうですよね。だから自分の中でリアリティがあればもうそれでいいっていう感じ。でもちょっと見たことない風景ですもんね。そうですね、うん、めちゃくちゃそれっぽい。浅野さんにとって初めて挑む SF 漫画。これまで描いたことのない巨大なメカが多く登場します。浅野さんは既成の SF 感にとらわれず自由に発想、そこから生まれた形の新しさで読者を楽しませようとします。早速撮影した写真を取り込んで漫画の絵にしていきます。今作っているのは巨大な兵器です。見たことのない不思議な形ですね。僕今までその SF とかファンタジーとかほぼやったことがないので、こういうものを創作自分でデザインしろとかって言われた時に結構こう躊躇があるというか、なかなかコンプレックスもあるし。ありますね。こういうのもあんまり見えてないか。これ専門にやってる人たちに、うん、はいはいはい、ロボットデザインとか、はいはいはい、僕はあのプルートもそうでした、はいはい、プルートのロボット、うんうん、でそれこそロボットどうするって言われて、まあそのコンプレックスたるひどくて、うん、でもういいや、あの小学校上がるか上がらないかぐらいの時に鉄人28号を描いてた、うん、開き直って、うん、鉄人